ということで、私たちディズニー好きということで、ここで皆様に一つ豆知識を教えたいと思います。これのねこれの豆知識です。美女と野獣 のベルがいるんですけど、主人公、そうね、ベルが着ているドレスの色に実は隠し技、隠しネタがあって、あるんです。しっかりですか？はい。まず初め青着てるんですよ。青いドレス。ああ、マジだけどね。歌って。でこう踊ってるんですよ。本読みながら。その青いやつっていうのはなんかこう。街の変わり者っていうベルのなんかこう設定があって、それを表すために青いドレス、他も誰も着てなくて、他みんなピンクとかね、あげてるわけ。そうそう、でもベルだけ水色着てこう浮かせてるそういう設定をこう表現してるんです。で次に野獣のお城に野獣とご飯食べて武器合戦するときに着ているドレスはピンクです。でそれはなぜかというと、その野獣への恋心が芽生えたことをそのピンクのドレスで表してるんですね。で一番最後、皆さんが知ってる通り、ベルといえば黄色のドレスなんですけど、その黄色は最後こう踊ってるとこですね、野獣と。黄色は、幸福を表す色なんですね。ハッピーエンド。ハッピーエンド。ということで、はい、終わりです。こんなところで豆知識は終わりにします。ありがとうございました。ということでね、早速美女と野獣歌わせてもらいたいと思います。はい。Dum dum dum. Be MC したいと思います。この前のディズニーランド行ったんですよ。そう、ね、私たちのディズニーの曲を歌うギャル版なので、まあ、それはねディズニーランドに行くしかないっていうことで、この前春休みにディズニーランドに行ったんですけど、この前アフターシックスでディズニーシーの方にも行かせていただきましたね。楽しかったね。楽しかったね。楽しかったね。次の曲なんですけど、役があって、まずシンバ2歳です。はい、シンバ入れます。奈良のゆっこです。お願いします。奈良のゆりです。はい、この3人だとセリフの掛け合いとかもあるんで、よろしければそこら辺も楽しんでいただければなと思います。はい。부르르 딴딴따 리뚜라 부르르 딴딴따 리뚜라 ごちそうさまでした。